皆さんこんにちは。ベースを担当しております F チョッパーこがです。チョッパーだよー。ということで、今回ですね、私たちの記念すべき1周年記念のライブ DVD をゲットしてくれてどうもありがとうございます。ということでね、せっかくなんで、みんなメンバーのことだったり、メンバーがこうやって演奏してる楽器のこと、フレーズのこと、もっともっとみんなに教えていきたいなと思うので、今回は私が弾いてるフレーズだったりとか、そのポイントポイントをみんなに教えていきたいなと思います。では行ってみましょう。では早速ですね、オープニングの SE からやってみたいと思います。まず私がちょっと弾いてみます。みたいな感じなんですが、ポイントとしては、派手にやるということで、最後にね、こう上から、別にこっち下でからやればいいものを上からやってます。ちょっとやってみます。3連なんですけどっていうのを上から、これも動き回ってうわーってやると、なんかちょっとすごいことやってるなとか、やっぱりお客さんが生でね、こう見てるのに、なんかグッとくるものがあるじゃないですか。やっぱそういうのをつかみたいっていうのがあって、上からやってます。なんでみんなもね、ベースをやってる人がいるかっていうのはちょっとわかんないけど、見てる人の中にもし、もしお手元にベースがある方は、ちょっとこういうこのフレーズをっていうやってみてください。そうすると、何やってるのって思われるけど、簡単です。トライしてみましょう。はい、ではですね、モアパワーに行ってみたいと思うんですが、モアパワーの中に、唯一ですね、私がピックを使ったソロがあるんですね。それをちょっと解説していきたいと思います。ちょっとやってみます。回します。これはですね、ポイントとしてはアクセントをしっかりつけることと、アクセントにね、集中しがちなんですけれども、その中にもずっと刻んでるってことを忘れないこと、それがポイントです。こう今こうアクセントがあるでしょ、でもその間にずっとで、ずっとドゥ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 って弾いてる、このずっと刻んでいるってことは頭に入れて動き回って楽しく弾くこと、それが大事です。それで、ソロなんで、ちょっと私はドライブ、そう、歪ませてます。みたいな感じでやってるので、まあ、この絶対歪ませるっていうのはポイントっていうのは私の中であって、でもね、みんながもし持ってるエフェクターとかでいろいろ試してみるのもいいんじゃないかなと思うので、ぜひこのフレーズを使って、なんか自分なりにいろいろやってみてください。では次はアクロスだなうということで、アクロスはですね、ベースもギターもドラムも忙しいんですよ。正直苦手です。はい。でもですね、ベースは至って結構同じことをやってます。ループみたいなことをずっと弾いてるんですけども、ちょっとやってみます。まあ、こういうフレーズをずっとひたすらやるんですけど、すごいね、意外に早くて、ライブの間だと手がきつくなってくるんですよ。だからいかに手の力を抜いてやるかがポイントです。そうそうそう、まあ、弾いてるフレーズ自体はちょっとゆっくりやってみると、これの繰り返しなんですね。なんでこの、この2弦と1弦をプルするタイミングがちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあ、練習してればだんだんね、手も馴染んでくるし、あとはもう気合ですね。はい、気合でここの筋力をつけて、あとはそのベースとギターとドラムのその絡み合いをこうなんか感じながら弾くと、すごい楽しく弾けるフレーズです。はい、次はルーレット。
と、ということで、すごいダークなあのクールでね、なんかちょっとかっこいい感じの曲なんですが、 A メロではまたスラップが攻撃的に入ってます。まずねちょっとゆっくりやってみたいと思います。このフレーズ結構なんかややこしいことやってたり、間におかずが入ってくるんですけど、おかず自体は簡単です。はい、なんでこの基本パターンをねまず覚えてもらうこと、これがまずポイントかな。見てもらうとこっちの左手でなんかねそのリズムを取ってたりとか埋めてたりとか休んでたりとか、なんで左手が結構ポイントになってくるんじゃないかなって思います。もちろん右もね叩いてるから大事なんですけど、結構ライブ中は私は左手に結構集中がいってます。はい、これねすごいかっこいいフレーズなんで、ぜひ取得して、ぜひガチャリックスピンのコピーをライブでやってみてください。ルーレットって曲ね。で B メロサビとかは結構指でねすごいなんていうんですか、ちょっとセクシー風な感じのものが入ってくるんで、そのね変化もすごい楽しみながら挑戦してみてください。はい、お次はガチャリックスピンのバラード曲ピアスです。そう、いつもね私はチョッパーでガーって攻撃的に攻めてるんですが、この曲はバラードということで指弾きに徹してます。はい、なんかねすごい優しい気持ちで弾くというか、なんか一音一音なんかすごい溜めて弾くというか、あんま溜めすぎるとすごい後ろの方に行きすぎちゃって今度はねリズムずれてるよってなっちゃうんですけど、そこに注意しながらも、結構後ろの方にリズムを持っていくとすごいなんかいい感じになります。あとやっぱりボーカルがねこう目の前で歌ってるじゃないですか、そのボーカルの背中をなんかそっと押してあげるイメージで弾くと、なんかすごいみんなで弾いてる一つのバラードをすごい作り上げてるなっていう感じが出るので、やっぱり歌を聴くこと、それが大事じゃないかなって思います。ぜひ皆さんピアスって曲をね歌詞をちゃんと理解してゆっくり弾いてみてください。はい、切なくメロディー、この曲はですね A、B、サビと私ちょっと指のタッチ弾き方のタッチを変えてます。A メロ、B メロとかは結構淡々と、まあ、指先でねベースに普通にちゃんとあるように、結構切なくメロディーってバラードだからこう重く弾くのかなって思われがちなんですけど、結構淡々とA メロ B メロは弾きます。でポイントはサビですね。サビは結構指のねこのお腹でちょっとのっぺり弾くというかやってます。なんかそうフレーズ自体は軽快なんだけど、やっぱ切ない曲なんでちょっとなんかこう重たさも出したいっていうのでこのお腹で弾いてます。これはねやっぱちょっと自分なりのこだわりがあったりとかするので、一回そういう風に弾いてみてほしいなと思います。あとね2番でやってるんですけど、これをやってます。そう、単音じゃなくてね和音で弾いてます。こういうのもちょいちょい入れつつ、なんか意外に遊び曲というかそういうポイントポイントでベースが遊んでたりするので、そこをしっかり聴いてもらいたいなと思います。では次はロックオンということで、私たちのファーストシングルですね。本当代表作というか自己紹介的な、本当名曲になりました。このロックオン、ポイントはやっぱり頭ですよね。ベースから入ります。そうライブの時はシーケンスって言ってね打ち込みに合わせてそのリズムを聞いて合わせて弾くんですが、それがまたねこうテンション上がっちゃうとその音がどっか行っちゃってねこう合わせられなくなったりするんですけど、皆さんしっかり合わせていきましょう。ということでそのフレーズやりたいと思います。これです。このフレーズをゆっくりやってみたいと思います。も
うちょっとゆっくりやってみるね。これを早く弾くと、こういう感じになっていくんですよ。はい、ではお次はブロークンラバーということで、この曲はね、1曲通してもうスラップずっとやっててすごいヘロヘロになる曲なんですが、とっても大好きなね、この曲ブロークンラバー、肝となるフレーズを皆さんに教えたいなと思うんだけど、ギターの友蔵とねユニゾンでやってるとこもあるし、サビでちょいちょい入ってきたりもするこのフレーズ、このフレーズ、これね、結構みんなとやると早そうに見えたりとか、ちょっと忙しそうだなと思うかもしれないんですけど、意外に簡単です。オクターブとあとはハンマリングを使うだけ。そう、このポイントだけを押さえれば、簡単に弾けます。あとはね、これをね使ったA メロに入ってきたりとか、あとサビに入ってきたりとかするので、それをね目でDVD を見てもらって、CD で聴いてもらって、どういう風に入れてるんだろうっていうのをチェックしてもらいながら、またねこう曲を聴いてもらうと、また新たな発見ができるんじゃないかなと思います。ぜひトライしてみてください。では次はハンティングサマーということで、ガチャリックスピンのアゲアゲチューンのこの曲、この曲もね、思いっきりスラップがガンガン入ってくるんですが、これも同じフレーズをこの3弦の A と、2弦の D で代わり番号にやってるだけなんです。では A でちょっとやってみるね。はい、じゃあこれをね下の2弦で D でやりたいと思います。そう、今見たの通りね、これ移動させてるだけなんですよ。そうだから簡単なんですね。もう A をマスターできればこの D は簡単に弾けちゃうという。とは言ってもね、やっぱこうなんだろうね、プルするのがねこうすぐこう 1個弦を挟んでこのオクターブみたいにやるんじゃなくて、すぐ下でやんなきゃいけないからちょっと難しいんだけど、それもねやっぱ指と指の感覚をここになじませていけば、すぐ入ってくので、練習のみっていう感じなんですが、あとはやっぱ右手と左手のコンビネーションかな。これを練習してから今のフレーズに取り組むと結構簡単にできちゃうかなと思います。あとやっぱりね、力入りすぎてしまうんで、私も最初この曲できた時ライブでやるとどうしても力が入っちゃってもうヘロヘロになってたんですが、やっぱラフな感じでね、こうみたいな、なんかこうルンルンな感じで、なんかね軽い気持ちというか、音はね軽く打っちゃダメなんですけど、気持ちはすごいラフな、リラックスしてやってみるとすごい楽しいハンティングサマーが弾けると思います。